そうだ、ご主人様、カード、ショップカード。今度はうちに招待しよう。ケーキ食べ放題。それいいね。たくさんサービス仕返してあげたいな。わあ、ありがとうおじさん。おばっか、どう見てもお兄ちゃんだろうが。え、そうなんだ、ごめんなさい。ありがとうお兄ちゃん。ああ、近いうちに寄らせてもらうよ。本当にありがとね。ココナツお姉ちゃん、本当の本当にありがとう。ミルクが無事で本当に何よりだったよ。いいいいミルク。飼い猫たるもの、ご主人様を悲しませるようなことは絶対にしちゃダメだよ。うん、もうしない。絶対。約束する。うん、約束。いい子だ。ショコラも、ショコラも約束する。キビキビ。嘘ついたらハンドミキサーでグリグリのケイ。本当にありがとね。じゃあまた近いうちに。バイバーイ。お姉ちゃんたち、またね。和尚様、本当にソレイユに来てくれたらいいですね。はい、お仕事ちゃんとできるように頑張ります。ずいぶんと遅いお帰りでしたね。
じゃないわね。ほんと品のない妹たちだわ。とっても雑な言い訳ですね。嫌いじゃないですけれども。いいからとっとと歯磨いてこい、バカ猫シスターズが。了解であります。まあ、兄様がついていたわけですし、中は私と小豆がいましたし、別に刺してる問題はないのですけどね。え？兄様が謝罪の証として熱い切符をしてくださる？そんなことまでされたら、女としても妹としても何も言えなくなっちゃいます。ではどうぞ。
礼言っとこうと思ってよ。昼間にナッツのアホと揉めてたろ。あれが思ったより聞いちまってたみたいだったから気になってたんだよ。わざわざ気を回してナッツを外に連れ出してくれたんだろ。何言ったか知らねえけど立ち直って帰ってきたみたいだったからよ。だから一応礼を言っとこうと思ってさ。あれでも一応長女ですからね。周りを見ることには慣れてるのですよ。させちまって悪かったなってこった。ほんとナッツのアホは手のかかる猫だよな。たく、こそ仕事なんだから礼言われるこっちゃねえよ。感謝してるなら時給に反映させてくれや。なんだよ、何ニヤニヤしてんだ。そうだな、そんな感じってことで。ちょっと箇所、しぐれを病院に連れてってもらえる？血が、血が止まらないの。鼻クリップで押さえてるのに。あー、イーサバ、しぐれは、しぐれは過保護のにございます。来世もまた兄様の妹に。いや、結婚できる気まい。あ、いや、もう一度恋人に。たくしぐれちゃん、しっかりしっかりして。早く早くタクシーを。猫パラ。ご主人様、ちょっとお話があります。よろしいでしょうか。わーい、今日のご飯は何ですか。ショコラの大好きなパフェですか。違います、そうじゃないんですってば。真面目にお話聞いてください。にゃー。
です。ご主人様が誰のご主人様か分かってますか？ふぎゃー、そういう意地悪なご主人様は嫌いです。にゃんにゃんにゃーにゃー。ショコラは何でも真に受けるんだからダメだよご主人。ご主人様派なの？バニラはショコラの味方でしょ？もちろん、ショコラ愛してる。喉元コロ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 。なんか最近、ご主人が私たちよりも他のお姉ちゃんたちと仲いいっぽい。ショコラはそれが気に入らないと主張してるわけです。そう、さすがはバニラ、ショコラのことよくわかってる。ふっそ、ほー、聞きました。バニラさん、今のご主人様の言葉、浮気した男のテンプレっぽいよね。私も概ねショコラに同意。多数決によりご主人が悪いこととなりました。終了。別にみんなと仲良くしてるのはいいですよ。みんな仲良しはショコラも大好きですし。でも、もっと私たちを構ってくれてもいいと思う。釣った猫に餌をやらないとか。猫は気ままだけど、そういうのは嫌い。考えてないところがさすがはショコラ。チョロすぎるとは思うけど、そこがまたいい。にゃにゃ、ゴロゴロゴロ、ご主人様の耳掃除だ。久しぶりすぎてテンション上がっちゃいますにゃ。これぞ飼い主の務めだね。私もそれなりにウキウキしてる。ゴロゴロゴロー。